気象庁では2022年から線状降水帯による大雨の可能性がある場合、半日程度前から線状降水帯の予測情報を発表しています。これまでは四国地方など全国を11のブロックに分けた地域を対象としていましたが、予測技術の向上により今日初めて鹿児島と宮崎に県単位の予測情報を発表しました。四国地方になると、文の中では細かく書けないというところですけれども、府県単位の発表になると本文書の中でも高知県ではという書き方ができますので、自分の住んでいるところに出るんだなという意識が高まるというふうに考えております。今後はこの形でより絞った県単位での呼びかけというので皆様の意識を高めていきたいと思っております。本来の運用開始は明日からでしたが、前線による大雨が予想されていることから急遽1日前倒ししました。高知県には現時点で線状降水帯の予測情報は発表されていませんが、発表された場合は大雨災害の危険度が急激に高まることから早めの備えにつなげてほしいとしています。今晩から降り始めて明日の夕方ぐらいまで強めの雨という可能性ありますので、ちょっとやや長めの時間帯の雨になります。宿毛市では地盤が緩んでいて、少しの雨でも土砂災害の危険性が高まっている。他の地域でも広い範囲での注意報を見込んでます。量によっては警報になる可能性も十分ありますので、そこら辺は最新の情報に気をつけていただいて対応していただきたいと思っております。県内は明日明け方から昼過ぎにかけて大雨になる予想で、低い土地の浸水、川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。